第6回新統一韓国平和フォーラムがオンラインとオフラインで平和アインと平和指導者が参加する中、ョン文化ホールで行われました。今回のフォーラムは幸せな家庭、健康な社会、平和な世界を成し遂げるための内外の環境づくりを重点において、ソウル・インチョン県の UPF を中心に行われました。 ロシア科学アカデミー東洋学研究所の朝鮮モンゴル部門の教授アレクサンドル・ボロンチョフ博士は特別講義でロシアは平和的な方法を強く支持する旨を明らかにし、キム・ハンジェ世界平和宗教人連合会長は特別講義で現実の中で理想を成し遂げていく実現主義者として新統一勧告論を成し遂げようと主張しました。 ジンソンソベイ理事長は新統一勧告論の総合講義で新統一勧告論の持つ論理的構造が真理であるので堂々と統一勧告の代案として提示できると語りました午後はコ・ジョンウォンコ・ジョンウシックの統一誌の朗読で始まりソウルインチョン県の講師たちを中心に新統一勧告論の講義が続きましたジュジンテ会長は特別講義で世界家族機構の設立を提案しました 平和委員の教育プロセスの一環として行われている新統一韓国平和フォーラム新韓国の新たな希望を開いていく牽引者となることを期待しますベナンでは家庭出発ワークショップが開かれました 祝福式後40日の性別期間を終えた18家庭を対象に行われたこのワークショップは3日行事、家庭出発の意義、主要儀式について学ぶ時間となりました参加者たちは節理のために努力していくことを決意しましたまた、ベナンでは第4回天保特別大役場天の父母様と誠の父母様の恵みの中で行いました 新アジア太平洋一地区家庭連合は YSP と協力してオンライン非対面で父母の愛というテーマで表情平和祝祭を開催しましたこの祝祭にはアジア太平洋第一大陸の20カ国以上から約4000人が参加しました新アジア太平洋一地区ダミアン・ダンクリー会長は父母の愛について滝のような愛 これが垂直的な愛の本質だと語りました。平和祝祭は多様で幸せな国際家庭の証「ひょじょん明かし」「ひょじょん公園」「ひょじょん夫婦の愛の物語」を通して参加者を天の父母様と真の父母様につなげる契機になっています。 世界平和女性連合世界本部はヤングプロフェッショナルウェビナー「家族と社会における青年の役割」を開催しました。五十八カ国の二百六十五人が参加し、六カ国語に通訳され、家庭と社会における青年の役割について四人のパネラーの発表と質疑応答が行われました。今回のウェビナーはヤングプロフェッショナルチームを主軸として行われました。 ヤングプロフェッショナルチームは文化外交を実践するための国際的レベルのクリエイティブシンクタンクとして2021年3月に発足し専門性を生かして女性連合の発展に貢献し大きな成果を収めています発表のスタートを切ったシン・ジョンウンさんは家族は幸福の源泉だと語り人生における家族の重要性に言及しました 最後の発表者のブルナ・サントスさんは教育の重要性を強調し青年が教育革新を進めていくべきだと発表しました今後、ウェビナーで取り上げるテーマについても投票が行われ参加者は平和のために共に行動していくことを決意しました新韓国ではマサン家庭協会の封建式がありました 誠のお母様が2年前にマサン家庭協会の建物を購入され、シックたちが生成で集めた静電建築現金で約4ヶ月間のリモデリング工事を終え、ついにマサン家庭協会奉建式を挙行するようになりました。 ション,ジョン・ンジホマサン家庭協会長は一人娘実体精霊誠のお母様の大きな関心と愛に感謝し奉建式を最長役の機会とし新しい酒は新しい皮袋に入れなさいという誠のお母様の御言葉を心に留め姿勢決断全力投球実践休校で喜びと栄光を奉献するマサン家庭協会になろうとその決意を伝えました 第39回新日本損和祝祭が群馬県片品村の尾瀬レ園で開催されました毎年損和祝祭が続いており今回から第1部全国式典第2部各地域での式典に分けて開催することになりましたまた今回から教会だけでなく各家庭でもオンラインで参加が可能になりました バンサンイル大陸会長夫妻は代表喧嘩をし、損波者たちに慰労と感謝を伝えました。その後、六戦争の代表過程の証に続き、イーソンマン副会長がこの日のために作った詩を朗読しました。 バンンサインいる大陸会長は記念説教を通じて天上の誠のお父様地上の誠のお母様が設立される今天の設立に向けて霊肉会の協力を受け勝利する私たちになろうと呼びかけました孫波祝祭を通して天地を共に鶏輪される誠の父母様の設立にさらに焦点を合わせる真日本となっていくことを決意しました ムン・ンソ文ョン天マ人誠の父母、天中ファ9周年記念行事の勝利権を相続するための釣り生成が南米ブラジルの指導者34人が参加する中で10日間にわたって行われました。参加者たちは大自然のありのままの姿のパンタナールで、摂理魚のパクー、ピンタード、ドラドなどを釣るために古軍奮闘しながら、 誠の父母様がジャルジンで血の滲む生成を捧げられた歴史的な時間を少しでも体験することができる貴重な時間となりました。また参加者たちは誠のお母様が南米の天中天保修練園分園に指定してくださったジャルジンニューホープ研修院で特別大役事に参加する恵みの時間を持ちました。 ソナク歴史演算園創立40周年記念式が来賓と全世界の歴史委員がオンライン・オフラインで参加する中、ハノンチュプで行われました。1981年、誠の父母様の命によって設立されたソナク歴史演算園は、誠の父母様の御言葉と生涯の資料を収集、管理、保存し、これに基づいて様々な教育コンテンツを企画、制作し、編纂する業務を担当してきました。 ヨンジュノンソナク歴史編さ委員長は挨拶の言葉で資料の保管とデジタル化にとどまらず未来世代と社会の学者が活用できるコンテンツ開発と産学連携に努め世界の各地区ごとに歴史委員を委嘱して選挙現場で起きている重要な設立活動までも漏れなく集め集大成すると表明しました。 また資料の寄付やデジタル化機器の支援者に功労杯を授与する時間も持たれました。ソナク歴史編参園が40周年を超えて100年、200年、そして永遠に天地人誠の父母様を地の果てまで明かしする設立歴史機関として発展することを祈ります。根っこから皮、葉っぱに至るまで、 人々の健康のために惜しみなく全てを与えてくれる木。子女たちに惜しみなく与える父母様の愛を象徴する木。ヒョジョンの木は誠のお母様に似ています。誠のお母様のように惜しみなく与える愛を実践する皆様となられることを祈ります。それではまた来週お会いしましょう。